こんにちは。今回は長々編みの模様編みを紹介します。並太の糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みを10目作ります。ここから鎖編み10目を編みます。鎖編み10目ができました。1段目は細編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、すぐ下の鎖編みに細編みを編みます。鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて引き出します。針に2本の糸がかかっています。次は糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜きます。これで細編みが1目できました。次も同じように鎖編みの裏山を拾って細編みを編んでいきます。鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜きます。細編みが2目できました。1段目は裏山を拾いながら細編みを編んでいきます。ここまで細編みを編みました。あと少しです。鎖編みの裏山を拾って細編みを編んでいます。ここが最後のところです。1段目の細編みができました。編み地を整えて、次は2段目です。2段目は長々編みを編みますので、立ち上がりの鎖編みは4目編みます。編み地を裏返して、立ち上がりの鎖編み4目を編みます。ここから鎖編み4目。これが長々編みの立ち上がりの目になります。次は長々編みを編みます。鎖編みを編んだ隣の細編みの頭の上の2本を拾って、ここに長々編みを編みます。長々編みは針に2回糸を巻きます。1回、2回糸を巻いて、鎖編みの隣の細編みの頭2本に針を入れ、糸をかけて引き出します。針に4本の糸がかかっています。次は2本ずつ引き抜いていきます。2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長々編みを編みました。これが長々編みの編み方です。2段目は長々編みを編んでいきます。針に糸をかけて、2回糸をかけて、細編みの頭2本に針を入れ、
糸をかけて引き抜きます。次は2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて、残りの2本を引き抜き、長々編みを編みました。この編み方を続けます。針に2本の糸をかけて、長々編みを編みます。2段目は針に2回糸を巻いて編む長々編みを編んでいきます。次も長々編みです。このような模様ができます。細編みの頭に長々編みを編んで、ここが最後のところです。最初に編んだ細編みの頭がここです。最初に編んだ細編みの頭に長々編みを編みます。これで2段目ができました。この編み方を繰り返します。次は細編みを編みます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、3段目は細編みを編みます。すぐ根元の2段目の長々編みの頭の2本に針を入れて、ここに細編みを編みます。頭2本に針を入れて、細編みを編みます。次の長々編みの頭に細編みです。3段目は1段目と同じで、すべて細編みを編んでいきます。これが3段目の編み方です。3段目は長々編みのところに細編みを1目ずつ編みます。そして最後は長々編みの立ち上がりの鎖編み4目を編んだ4個目の鎖編みのところです。一番上の鎖編みのところに針を入れて、こちら側の2本の糸を拾って、ここに細編みを編みます。これで3段目ができました。次の4段目は長々編みです。立ち上がりの鎖編みは4目編みます。鎖編み4目を編んで、次は細編みに長々編みを1目ずつ編んでいきます。鎖編みを編んだ隣の細編みに長々編みです。4段目は2段目と同じように長々編みを編んでいきます。1段目は細編み、2段目は長々編み、3段目が細編みで、4段目は長々編みです。この編み方の繰り返しです。
繰り返しですから、ブランケットなどにも向いた模様だと思います。もっと太めな糸でザクザク編んでも、早く編めます。4段目の長々編みを編んでいます。この模様は、今回は並太ですが、並太を2本合わせて編んでも、ふっくらとした模様になります。次は、最後のところです。3段目の最初の細編みの頭に、長々編みを編みます。ここに長々編みです。針に2回糸を巻いて、長々編みを編みます。これで4段目までができました。鎖編み1目を編んで、糸を休めておきます。